よしよし。よいしょ。ああ。うん。ダン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 、帰ってきました。うっす。いやー、今日はね、スーパー全然安くなかった。もう全部取られてた。なので今日はね、よいしょ。今日はね、生姜焼きにした。ああ。生姜焼き。これで生姜焼き。とりあえず野菜たくさん、あとこれ太巻き、これ昨日寿司買いすぎたから、昨日のマカロニサラダこれ食えるかな、わかんないけど、いきます。ダーン、あったかいうちに食いたいんで急いでいきます。よし、よいしょ。昨日の賞味期限のマカロニサラダって食えると思う？大丈夫かな？大丈夫だよね。うん。寝床行ったからね。腐ってない。だいぶだ。何にもなかったよ今日。何にも、全然何にもない割引が。それ光るんだよね。じゃあご飯なのでビールでいきます。一番搾りはうまく入るんじゃないっても。よし。
これ好きなんだ俺、うまきが。いっつも腹減ってる。なんかね、フラフラだよ夏は。腹減ってるっていうよりかはなんかね、フラフラ。夏っていうか秋も、冬は体動きやすいんだけど、1日2回走って仕事もしてるともうね、ヘロヘロなんだよね俺ほんとマジで。久々だな、生姜焼き、俺。食ったの。すぐパクって食っちゃう、こんなの。どうしてもこういうさ、お肉系のさ、分量が素人だからわかんないからさ、すんげえでっかいの買っちゃおうかなと思うんだよ、なんか。うん。足りなかったら嫌だなと思って。全然足りなくないよね、なんかね。うん、夜はね、そこまで食わなくてもいいからね、これ。食っちゃうんだけど。何見たの？来る？あ、どうよ。大丈夫？あ、これだけやん。ダメよ。食べ合わせる。
伸びてる。今日は何も話してないですが、飯食い動画になっちゃいました。いやー、うまかった。作ると食っちゃうんだよね。食っちゃうっていうか喋らないんだよね俺。っていうことで、僕お腹いっぱい食べたんで、また3時半に起きて4時に起きて始発で行って走って、まあ前回頑張りたいと思います。頑張りよ。ということでまたね。今日は早いけど。